日本埼玉県埼玉市南区、南浦和南浦和は、埼玉県埼玉市南区の町名。現行行政地名は、南浦和1丁目から、南浦和4丁目。住居表示実施地区。郵便番号は336-0017。埼玉市の南部、南区の中央部に位置する。南浦和第一都地区各整理事業によって、整備された区域であり、商業地及び、 住宅地として利用される。全域が市街各域である。ごくわずかだが、生産緑地地区も地内で見られる。1丁目から4丁目が置かれ、4丁目は飛び地になっている。住宅地地下は、2017年1月1日の工事地下によれば、南浦は3丁目13の13の地点で十一万五千円、平方メートルとなっている。南浦は駅新設に伴い、 周辺地区の区画整理が計画された。東北本線の線路より東を南浦和第一土地区画整理事業地とし、西側を第二土地区画整理事業地とした。1954年12月20日、建設大臣は都市計画法第13条第1項の規定により、浦和市大和大野城あざしを池下、あざ中町、あざ横枕の全域と大麻、 大谷城阿佐北原、阿上町、阿下町、阿一月の一部、さらに全地町一丁目と、岸町八丁目の各一部、約24万坪の区域を、南浦和第一都地区画整理として、浦和市に施行するよう命じ、1955年2月12日、建設省、国事120号によって、都市計画事業南浦和第一都地区画整理として、施行し、 昭和33年度までの完了を命じた。一方、1962年3月31日には、浦和都市計画南浦和第二土地区画整理事業計画を認可され、同年4月17日埼玉県国時第236号によって、告示された。四工地区の名称は、浦和市大麻、大谷城麻北原、麻一月の各一部と、大麻根岸麻。 北原の全域、大技ネ根岸ア新名、阿ザ根岸前の各一部、大技分蔵ア荒く、阿ザ水進、阿ザゴーへの各一部である。その後住居表示を施行、大谷城の一部を編入し、東側が南浦和、西側が南本町となった。この地が旧浦和市の南部であることに由来する。2017年9月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。